こんにちは。あ、こんにちは。ハナムちゃん。こんにちは。はい。お久しぶりですね。また、大将、はい、新しい靴買ったの。あ、バレました。はい。なんか、またあの、アルファフライみたいに、ルビーサファイアみたいなプレート入ってる。いや、まあ入ってるけど、グラードン海洋画みたいなの入ってるけど、いや、そこじゃなくて、うん、新しい靴買いましたよ。ついに。はい。こちらのシューズね。皆さんも、ちょっとね、まあ見たことあるんじゃないでしょうか。最近発売したシューズなんですけれども、こちらのシューズ、ナイキエアズームテンポ、ネクストパーセントというね、シューズなんですよ。で、これどんなシューズかって言いますと、僕ね、結構前に、あの、アルファフライのね、あの、シューズのレビューしたと思うんですけれども、それの練習用としてね、開発されたシューズなんですよ、こちら。練習用ってどういうこと？練習、あの、やっぱりね、アルファフライは結構マラソンとかね、試合で、あの、使いますけれども、あの、練習用で入ってたら、まあ、結構、あの、裏がすり減ってきちゃったりとか、あの、筋力がちょっとね、落ち気味だなっていう悩みがね、結構あったらしいんですよ。なんですけれども、その悩みを全部解消したようなシューズが、こちらのテンポなんですよね。じゃあ、うん。アルファフライとの違いってどんな違いがあるの？はい、まあね、いろいろ、めちゃくちゃいろいろ違いがあるんですけども、まあ、ここに実際ね、ちょっとアルファフライがね、あれば、今日比べることができたんですけども、ちょっとアルファフライがないということで、え？嘘でしょ？偶然アルファフライがあるぞ、ここに。おぉ、アルファフライ。おぉ、偶然サイズも一緒だ。これは比べることができちゃうぞ。ということでですね、この台本考えたサメ嬢すごいですね。1時間ぐらい考えてるね、このね、下りね。どうやってアルファフライ出現させるか、どうやって出そうかなと考えた結果これでした。なるほど、はい。まあ、アルファフライがあるということで、ちょっとね、あの、いろいろ説明したいので、今からちょっと座って違いもね、知りたいわ、確かに。ちょっと説明しようかなと思います。はい、こちらのね、あの、テンポのシューズなんですけど、今履いたんですけれども、まあ、裏はこんな感じで、まあね、大体ね、あの、アルファと、まあ、似たような感じになってるんですけれども、こちらのね、このね、エアーの部分あるじゃないですか。エアーってこれ何？ルビーサファイアの。ルビーサファイアみたいな、うん、このエアーの部分が地面をね、設置した時にめちゃくちゃ感じる、感じやすくなってたにもかかわらず、でもシューズの反発はそれほど、あの、ないと。自分の足で結構走ってるような感じだけど、こちらのクッションをね、めちゃめちゃ感じることができました。で、フィット感がね、めちゃくちゃある。めっちゃね、足にフィットして、その締め付けが良くて、脱げたりとかはね、もう全然気にしないでいいようなシューズでしたね。じゃあもうブレないで走れるんだ。そうそうそう。でもまあ結構自分の足の力で走ることによって結構ね、筋力も高まるんじゃないかなって結構思いますね、このシューズは。これ違いは何なの？こちらね、違いはね、ちょっとね、裏をまあさっき見てたんですけど、こちらね、アルファフライは、アルファフライからちょっと最近言うと、これ硬いんですよ、コツコツしてて。あー、カーボンみたいなやつが入ってるわけ。こちらがカーボンプレートってやつで、もうあのプレート界では最強最強と言われるカーボンなんですよ。だからカーボンの力でビョーンって反発がね、めちゃくちゃ反発があるんですよ、ポーンつって。なんですけれども、こちらのシューズナイロンプレートなんですよ。なるほどね。ナイロンプレートはカーボンプレートよりまあちょっと下のランクなんですけれども、ナイロンプレートはそれほどね、ビョーンっていくわけではなく、結構自分の足の力でいかないといけないわけなんですよ。だからやっぱりね、練習用としてはナイロンプレートで自分の足の筋力をつけるためにね、あのナイロンプレートが入ってるわけなんですよね。なるほどね。じゃあ、はい、アルファフライは、はい、このカーボンプレートっていう、まあ、プレート界では最強の、最強カーボンを使って、うん、やっぱりタイムを出すために、走るっていう、靴の力を借りて走るってわけだけれども、はい、こっちの、テンポの方は、ナイロンプレートが入っているから、まあ、あのカーボンよりも、反発はないから、うん、自分の足で走るっていう感覚が、より、入っているってことなんだ、ね、だからまあ練習用としては最適と、うん、いうことになるんですよね。で、さらに言うとこちらね、やっぱりね、試合用のシューズなんで結構やっぱ寿命が短いんですよ。だから200、300とかそんぐらいの距離しか、200キロ、300キロぐらいしか結構走れない。だからこれをずっと履いてしまうとやっぱりね、試合までにすり減っちゃったりだとか、ちょっとやっぱ履くのがもったいないと、結構値段もするシューズなんで、ちょっともったいないという人のためにね、開発されたのがやっぱこちらなんですよね。こちら耐久性もめちゃくちゃいいんですよ。寿命が良くて、600キロから800キロ走っても大丈夫らしいんですよ。すごいね。そう、だいたい東京から広島ぐらいか、800キロ。東京から広島800キロって言ったの、この前行ったね、広島でですね、こちらのちょっとね、大きな違いがありまして、ちょっと中を見てほしいんですよ。中、ね、こちらアルファフライの中身はまあこういう感じね、ちょっと汚いですけどね、結構使ったので、うん、まあ、こういう感じ、普通にね、メッシュみたいな感じになってるんですよ。なんですけれども、テンポの中身ちょっと見てください。こっちちょっとなんか銀色っぽいじゃないですか、中。え、なんかね、すごい窓みたいなやつがいっぱいついてる。そうそう、窓みたいなのいっぱいついてるじゃないですか。
こちらはね、あのちょっとね二重みたいな感じになってるんですけど、こちらをつけることによってフィット感が増したらしいんですよ。その銀色の網の性能によって靴を履いた時にめちゃくちゃフィットするんですよね。だから本当にさっきも走ってみたけど、本当にもうここら辺がもう脱げる気配がない。デザインがいいよね。そうだね、やっぱデザインね、本当にこのプレートだったりとかさ、そう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 、こっちの方がなんかちょっと海洋画っぽい色してるけど、そうそう、ちょっとねこっちちょっと緑っぽいじゃん、こっち海洋画っぽいよね、レクーザで海洋画って、そう、あ全部揃ったね、あ揃った、ね、すげえ揃った、ルビーサファイアエメラルド揃ったね。どこで喜んでんのこれ。あんま知らないでしょみんな。走ってどう思った、実際ちょっと走ったんだけど、いやでもねこれね結構ね聞いた話によると、あの、ま、マラソンもねまあ行けなくはないと、全然行けちゃうシューズらしいんで、結構長い距離もあの全然走れるみたいなので、マラソンの練習とかで結構長い距離走るじゃないですか、なんですけれどもまあこのシューズで全然行けそうな感じはあったので、マラソンでも使えるぐらいのシューズでフィット感もあってクッションもあるシューズなので、非常に使い勝手がいいというか、ランナーの悩みを、こちらのランナーの悩みを解消したようなシューズがね開発されて嬉しいなと思いますね。まだタメジョは実際アルファフライ履きこなせてないんでしょう。そうだね、まだねちょっとやっぱりまだ筋力が疲れてきちゃう部分があって、足がこっちだね、ちょっと慣れていきたいね、こっちあんま履きすぎないようにしていきたい、今後はね。そうだね、こっちになんか試合でこっち履いた時にさ、うわすげえみたいな感覚を味わいたいから、なるべくその練習とかねはこっちで履いていきたいなってちょっと思いましたね。はい、でこの2足のシューズをまとめると、あのアルファフライが試合用で、テンポが練習用なんですよね。でアルファフライはやっぱカーボンプレートが入ってて反発が強い分、その試合には向いてるんですけど、ちょっと耐久性が劣ると、なんですけどもスピードは出るんですよ。なんですけどもこちらテンポはちょっとねナイロンプレートなので、衝撃吸収を和らげるような素材がやっぱこのテンポに入ってるんですよ。だからスピードはそんなに出にくいけども耐久性が抜群ということで、ね、こちらアルファフライはまあね200キロか300キロぐらいを目安に使うといいらしいんですけれども、こちらはその倍ぐらいの600から800キロね持つということで、やっぱりこのねアルファフライを使うためにこちらのテンポを履いて、その足を鳴らして練習ではこちらテンポで、試合ではアルファフライを履いて好タイムが出せるんじゃないかなってちょっと思いましたので、今後はですね僕はこちらのテンポをちょっと履いて、試合ではねこちらのアルファを履きこなせるように頑張りたいなと思います。僕が履いた感想はこういう感想だったので、ぜひ皆さん参考にしていただけたらなと思います。ということで、本日はアルファフライとテンポの違い、そしてテンポのシューズレビューでした。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう、次回もよろしく、バイビー。ありがとう、ありがとう。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。